カズマは何を企んでいる？この世を邪悪な気でござし、そこに君臨しようと。そのために最終奥義を。忍道最終奥義を会得できるのはこの世に二人だけ。
忍道継承者である翔華、一馬。今闇の力に打ち勝てるのは翔、あなたしかいないわ。しかし最終奥義の教えは師匠からは何も。一人ではダメなの。男と女の気が合一しなければ。気の合一？最終奥義の秘伝は父から密かに授かりました。師匠から。男子に宿る力の木、その乱れを収め無垢な力に還元すること、それが気の合一に至る心の術。合一した気は宇宙とその波動を共にし、無限大のエネルギーを生み出す。ショーン！これはまだ初めの一歩。達人にかかると山をも簡単に消せるというわ。師匠が隠していた意味が分かるような気がする。話は一部始終聞かせてもらった。この女はもらっていくぞ。